な中でベストワンの試合ってベストワンは、すいませんこれもそうなんですよ、これよく言われるんですけど、僕個人的なのではなくて、やっぱ思い出深いっていうのだと、やっぱマリノスでの、2004年の優勝、浦和に勝っての優勝か、2010年のワールドカップの初戦のカメルーン戦に勝った時とかかなって思います。やっぱり自分のプレーはまあどうでもいいんですけど、やっぱチームとしていい結果を残せた、その目標の一つが叶ったっていう時の試合はやっぱり今でも覚えてるし、自分の中ではそこは結構大きな経験になっていると思います。今でもチームは、まあ、確かに2010年のワールドカップが始まるまでの直前のやっぱり練習、親善試合で一切勝ててなかったっていうことで、多少なりともチームの中で今のやり方でいいのかみたいな、このサッカーで大丈夫なのかっていう空気はありましたし、実際そういった選手同士の話し合いもあったので、だからこそみんなが謙虚な気持ちにもう一度こう初心に戻って、日本代表としてどういった気持ちでいることがワールドカップで日本代表が勝つことができるんだろうっていうことをみんながより真剣に考えるようになった。まずチームみんなっていうことがやっぱり一番最初にそのみんなの中で来ることができたんで、そこがやっぱり一番大きかったかなと。ちょっとしたゴタゴタっていうのはある意味プラスに働いたかなと僕は思ってます。2006年に関して言いますと、メンツ的には本当に世界とも引けを取らないような個々の、レベルの高さはあったと思うんですけども、あの時はどちらかというとチームっていうよりも個でサッカーをしてしまったっていうのが現状あって、サッカーっていうのは11対11サブのメンバー入れたら本当に18人とかもっと大きな人数で戦わなきゃいけないところを、あくまでも1対1で臨んでいたので、みんなで助け合うことができたのにもかかわらず、どうしてもそこを個で戦ってしまった結果うまくいかないなっていうところはありましたよね。なのでどんなに強いメンバーが集まっても、やっぱチームとしてまとまってなかったら、もう本当にワールドカップ優勝したことのある国でさえやっぱ初戦敗退もするし、グループリーグ敗退もするんで、チームの力っていうのは本当にああいった大きな大会になればなるほどすごく重要かなと。でそれがやっぱり現れたのが2010年、あとは、ね、ロシアワールドカップは一番分かりやすいかな。よく言われるのが1対1を2にしなきゃ、最低でも2にしなきゃいけないですよ。だけど強いチームは1対1足す1を3にできるので、ね、良くないチームっていうのが1足す1が1のままだったりするんでね、それがやっぱその団体スポーツの難しさであって、それをいかに1足す1を最低でも2に持っていくかっていうことが、まあ監督の仕事であり、やっぱチームが考えなきゃいけない、みんなが考えなきゃいけない、やっぱ問題なのかなと思いますよね。僕はもうそれはもう2006年の時のブラジル代表しかないんです。あれはもう本当に特にブラジル代表の後半はもう絶対勝てないって思いました。思っちゃいけないんですけど、もう全然レベルが違う、ボールが取れねえし触れねえし、どうやったら守りきれんだろうってずっと頭の中で思いながらやってたんで、ロナウジーノ、ロナウド、アドリアーノ、またロビーニョとか、ロビーニョもいましたね。すごい、もうそうそうたるメンバーがいて、やっぱこのレベルがやっぱ違いますよね。そもそもボールの技術もそうですし、シュートの技術も全然日本と違うし、やっぱ日本がブラジルだって言って構えちゃうと、やっぱ戦えないんだなって思いましたし、たとえ相手がどこであれ、やっぱり強い気持ちを持って望むことがすごく大事なんだなって思いましたね。ビビっちゃうとやっぱ力の半分ぐらいしか出せなくなっちゃうんで、そうなっちゃうと絶対強いチームに勝てないですよね。だからリスペクトする気持ちも大事なんですけど、やっぱ戦う気持ちをやっぱ前面に押し出すこともやっぱ大事かなと思いますね。サッ
ッカー選手、プロサッカー選手に一番必要な資質って何なんですか？うまいに越したことはないですけど、僕自身はそのやっぱり向上心っていうか、やっぱ情熱があるプレイヤーはやっぱ生き残るかなって思いますよね。その現状に満足をしない大事なポイントだとは思いますよね。まあ才能で言ったら、まあね、小野伸二がやっぱ一番ね、小野選手が一番すごいんでしょうけど、海外でもあそこまでセンスがあるプレイヤーっていうのは少ないと思いますから、プレイヤーとして尊敬やっぱりできるなって思うのはやっぱ中村俊輔選手かなとは僕は思いますね。彼は本当にうまいんですよ。やっぱり全然日本でもトップクラスのサッカーの技術はあるのにもかかわらず、本当に練習が好きで、一つ一つのパスだったりシュートだったりっていうのを本当細部のもう最後の最後までこだわって一日を終えるみたいな、妥協を許さないっていうことに関しては、僕は中村選手は本当にすごいなって思いますね。上手いのになんで努力するのって思いますよね。努力って下手なやつがするんじゃないのって思うんですけど、勝てないですよ。だからまああんなフリーキックも蹴れんだろうし、ベテランになればなるほど味のあるプレーができるようになったりとか、すごくこうプレーの幅がなんか毎年毎年広がるかなって思いますよね。いつも言葉に悩むんですけど、何が正解かって基本的にないと思うんですね。どんなことでもこれをやっておけば絶対になれるっていうことってないと思うんですよ。なんですけど、目標に向かって進む上で絶対に避けて通れないことも必ずあると思うんですね。まずはそのなりたいものに対してどれだけ時間を使えるかだと思うんですね。僕はサッカーだったらサッカーする時間、野球だったら野球をする時間、24時間ある中でそれをやれと言われてやる時間ではなくて、自分で考えて取り組む時間っていうのがどれだけあるかだと思いますね。まずそこからのスタートかなと思います。僕がそうだったんで、みんなが飲み行くだとかご飯食べ行くとかカラオケ行くとか言ってる中で、自分は行きたいけど練習があるからって言ってそれを行かずにサッカーのために時間を使ったとか、そういうことがやっぱりできる、まあ意思っていうところがやっぱすごく必要かなと思うんですよ。スラムダンク風に言うと断固たる決意ですよね。この決意が意外と難しいもんで、結構続かない方もいらっしゃいますから、やっぱり断固たる決意なんですよ。僕は結構この言葉は僕は名言かなって思ったりはしますよね。